毛皮のビーナスは2013年のフランスのブラックコメディ。監督はロマン・ポランスキー。ドイツの作家、マゾッホの背徳小説、毛皮を着たビーナスを舞台化しようとしている、台本作家と、その作品ヒロイン、ワンダー役のオーディションに現れた謎の女性とのやりとりを、絶妙に描いたもの。原作舞台、毛皮のビーナスは、アメリカ合衆国の劇作家、デイビッド・アイブズが、 2011年11月に発表して評判となったもの。翌年のトニー賞には最優秀儀曲賞候補となり、ニーナ・アリアンダが主演女優賞を獲得。また、ブロードウェイデビューとなったヒュー・ダンシーはドラマデスク賞の新人賞にあたる男優賞に選出された。なお、この時点ではフランスで初演されておらず、2014年にジェレミー・リップマン演出。 マリー・ジラント・ニコラ・ブリアンソン主演でトリスタン・ベルナール劇場で初演され評判となりモリエール賞マリアーズ2015で作品賞、主演女優賞を獲得した。映画は2013年の第66回カンヌ国際映画祭で5月25日に上映された、特別上映され、11月にフランス劇場公開された。 2014年1月に発表された第39回、セザール賞に監督賞を受賞し、作品賞、主演女優賞、主演男優賞、脚色賞、音楽賞、録音賞にノミネートされた。レオポルト・フォン・ザ・ハーマゾフホの1870年の小説、毛皮を着たヴィーナスを本案した新作劇の台本作家、トマノバ・チェクは主人公、 ワンダー役の女優のオーディションの翌日、どの女優も期待に沿わなかったことから、劇場を去る準備をしている。そこへ、ワンダ・ジュルガンという無名の女優が酔っ払って到着する。エネルギーと気まぐれの旋風の中で、ワンダはワンダー役の読み合わせをしましょうとトマに提案する。トマが驚いたことには、ワンダーは役への深い理解を示し、すべてのセリフをそらんじていた。 オーディションが進行すると、集中力は倍化し、トマの行為は脅迫関連になる。映画、毛皮のビーナス配信公式サイト、新ラック。ありがとうございます。